はい、皆さんこんにちは、アーチェでございます。PC88 のですね、エメラルドドラゴン、パート88ですね、やっていきたいと思います。アルテミスの章っていうんでしょうかね。あ、ちゃうわ。ごめんなさい、ミスティーナの章って今ね、今、カンニングしながらやってますので、すいません。サブシナリオですね。ここに人いるでしょ。地図で見るとね、私知りませんでしたけど、この場所にね、この人がいるんですね。で、話しかけてみましょう。ミスティーナ。お、可愛い女の子がいるじゃん。ナンパですね。ちょっと待てよ、アトルシャ。ここは俺に任せるもんだろうっていうね。彼女時代を感じるな、これ。こんなところでじっとしてると風邪ひくよと。ふふ。少女はにっこりと笑うと、風とともに消えた。ペンダントを残して。彼女は一体、こういう場合は長老を訪ねるのがパターンだよな、ということでね。長老を訪ねるんですね。どうもね、消火者島のね、町の名前がね、バールシーっていう町みたいですね。まあ、私的に消火者島の町なのかなって思い込んでましたけど、誰もバールシーって言ってくれなかったような気がするんですけどね。町に向かってね、行っちゃいます。結構下ってきてもらったんですね。これで、どうなのかな？この辺だと思うんですけども、よいしょ、もう来たでしょ、いいとこ。あ、いいとこ来てますね。で、長老を訪ねなさいと。町のことなら、島のことならか、長老の家どこなんでしょうかね。あ、これか、いきなり当たりましたね。で、そうか、あの娘を見なさったか。そのペンダントの紋章は南の森に潜むアルテミス・フローラという妖魔のものじゃ。アルテミス・フローラ、その名前聞いたことがあるなということで、ハスラも知ってるんですね。確か昔エルバードにフローラという名前の魔女が仕えていたような。そう、その魔女の名をヴィナス・フローラという。その昔エルバードが他国と抗争を繰り広げていた頃、彼女はエルバードの英雄じゃったと。しかし当時のエルバード王が敵国の策略にかかってヴィナスを裏切り者としてエルバードの老後に捕らえられ処刑されてしまったのじゃ。当時幼少だったアルテミツは母の死を恨み、ある日突然エルバードから姿を消して、そして妖魔としてこの島の森に帰ってきたのじゃ。あの子はアルテミツの娘で、名をミスティーナという。いつも悲しそうに海を見つめとるわい。ちょうど今頃になるとフローラの迷宮が南の森に浮かび上がるのじゃ。そうか、そうだったのか。ではエルバード王家の責任でフローラは。アトルシャン、俺はミスティーナを助けてやりたい。はあ、さてはあの娘を助けて物にしようなんて考えじゃないだろうな。なんか言葉がね、ちょっとおっさん入ってるよね。なバカなと。冗談だよ、冗談。いや、その通りだったんだ。どっちもどっちですね、これね。ミスティーナはいつもあそこの海岸で海を見ておるぞ。ああ、役に立たなくて申し訳ないのってセリフが戻りましたね。というわけで、もう一度彼女のところ行きましょうか。行かないといけないみたいですね。めんどくさいな、本当に。このひたすら歩かされるのは本当嫌だな。まあ、指が疲れるだけで実際歩いてないんでね、私はね。画面見てるだけなんですけど、それでもね、なんかね、なんかあんまいい気がしませんよね。よいしょ。もう走歩いていきましょう。森通るとしんどいんでね。よいしょ。こっちか。こっちね。あ、いたいた。ねえ、お願い。私のお母さんを助けてと。お母さんは妖魔に取り憑かれているの。じゃあアルテミス、いや君のお母さんはエルバードに恨みを持ってこの森に帰ってきたんじゃないのか。いいえ、お母さんはエルバードに対して恨みなんか感じちゃいないわ。
分かった、俺に任せておきな。君のお母さんを助けてやるよ。ミスティーナは仲間に加わりました。ああ、ヒットポイントちょっと低いですが。これで敵出てくるでしょ。この位置、ホスローさんの位置なので、ちょっと見てみましょうか。フォーメーション。多分5番だったかな。いや、違うね。4番だったかな。ああ、違うね。3番?いや、違うね。2番。違うね。1番。違うね。5番?6番。あ、これか。これだったのね。ミスティーナさん前にいるけど。まあ、いいかな。あ、これいいね。これだ。これでいきましょう。ミスティーナさんと話したでしょ。どっか南の、あら、何これ。何これ。いきなり建屋がある。あ、待って、もうここまで来たらセーブしていいでしょ。実はセーブしてませんでした。ここまでね。あ、会話できる。なんだこれ。サブシナリオ、ミスティーナの初登場人物、ミスティーナ、アルテミス・フローラ、バールシー長老。パールシー長老?こういう感じになるんですね。よいしょっと。あら、ちょっと目に来ますね。目に来るような。あ、違うわ。ポリシーを守るんでした。あ、あら、手が出てきちゃった。おお、強い。あ、そうでもない。いけそうですね。さあ、ハスラムさん強くなったんだったらね。というか、サオシアントさんがね。あ、これまた回復唱えないパターンかい。ですね、これ多分そうですね。自動にしましょう。強いのかな。もうね、タムリンさんが使えなくなったでしょう。だもんでね、これ、あら、お、すごい混乱使ってる。誰がどっち使った。タムリンさん、いや、ミスティーナさんが使ったのかね。あらららららら、すごいすごい、いいですね、これ。タムリンさんの横にね、ミスティーナさんがいるもんでね。あ、アドルちゃんさん、タムリンさん、レベルアップしました。多分ね、これね、もうこうなればフォーメーションで6番、これでいきましょう。どうしてもタムリンさんがね、レーザー打ちたがると思うんでね。あ、でもこれじゃダメなのか。8番はどう。7番は8番。作りましょうか。制作しましょう。多分ね、アドルちゃんはね、もうど真ん中で戦闘でしょ。タムリンさんの後ろでしょ。ハスラムさんね、ちょっと強くなったんでね。ハスラムさん強くなったんで、左翼に行かそうかな。で、サオシアントさん、サオシアントさんはね、ポコポコ死ぬんで、この辺。で、ミスティナさん横にしましょうか。で、これで、これをね、1番に行っちゃおう。あ、しまった、しまった。これでいいですよ。一応私のポリシーでは、なるべく左手を使いましょうということなんでね。しかし、まあ、サブシナリオができたら、なんかいいかな。ステータス見ましょうかね、ミスティナさん。大したことないんですよね。マジッククローバー。あ、装備全然大したことないわ。これただ単に普通の感じなのかな。敵やっぱ強いのは強いですね。1回の行動でやっつけきれないんでね、1人もね。アトルちゃんの行動でね。まあ、ハスラムさんが強くなってよかった。ああ、敵が混乱してるんですね。混乱いいな。ただただね、回復唱えないのはちょっと辛いな。また
ターのガルシアの時みたいにぐるぐる回さないといけないかもしれないですね。そう思うとやっぱり薬買ってきた方が良かったのかな。あ、でもサブシナリオなんでね、積むことはないと思いますよね。積んだ場合はファルナに会えばいいのかな、ちょっと分かんないですね。すごい、もう混乱させたら言うことないわ。かなりの高確率で効きますね。あー、まあよかったよかった。あのままダードワの森にね行ってしまってた、えらいことになってましたね。それ録画してたら多分ね怒られますわ私ね。なぜ情報が少ないのでね、もう過去の地図ぐらいだったら自分の動画見てる方が早かったですね。それはちょっとねアップしててよかったかなって思いましたね。すごいな、こんなんすごいな。どうもこのゲームがレベル150までいかないのかな、なんか限界あるみたいですね。主人公たちのレベルアップもね見たいですんで。もうねタムリンさんが回復を使うことはもう二度とないみたいです。ですのでね、あとはあの誰、ファルナさん、彼女を当てにしたいんですけど、彼女も使わんかったらもう絶望ですね。正直ね、あ結構食らいますね。あ混乱してるの攻撃しなくてもいいんですけど、もうレーザー要因になっちゃいましたからね。あれこれ出れる、いや行ける、これ行けないんじゃない、これ行けないよね。早や、ちょっと待ってね、行けないね。お、なんかね、あこれか、影でね、ひどいなこれ、通れることになってみたいですね。サソリは混乱しやすいんですね。そうだ、これ誰も回復唱えないからテントあったっけ。アトルさん何も持ってない。あ、それは装備か。あ、装備も何も、あ、テントあるのか一応。お、ちょっと待って。あのぐるぐるドン、ぐるぐるドンがないわ。帰りた方がいいのかな。帰りた方が良さげだね。ちょっと全然アイテムがないんでね。一遍これはアイテム買いに行こう。テントいるよね。もう回復唱えないもんね、だってね。ミスティーナ耐えてくれんのかな。いや当てにはできないね、どう見ても、まあ、明治系だもんね、プリーストっていう感じじゃないもんね。あ今だったらヒーラーとか言うのかな。はいはい、これは一遍帰りましょう。というわけでまた終わらせてありますよ。次ね、次はもうちゃんとね、いい感じで入っていきたいなと思うので、ではこの辺でですね、あ、この戦闘終わってからしましょうかね。あ、サソリだけか、混乱しやすいのは。
とレーザーしかもうレーザーだけだわ本当にね。あら、なんかさっきもあったねこのパターンね。あ、あったわ、さっきもあったわ、これ全く一緒だわ。ではですね、この辺で終わっておきたいと思います。 PC88 のエメラルドドラゴンパート88、この辺にしておきます。どうもありがとうございました。